Bravo, Rile!
napa dani kuwatu. ちょっとバウンドすると向き変わりますね。自然がメインです。そうです。北海道半年、1年ぐらいか住んでたんですよ。どこですか？帯広です。何もないですけど。冬厳しいですよね。冬はめちゃめちゃ厳しいですよ。北海道ではコーナリングは雪の上を滑りながら普通なんです。なるほど、なるほど。仙台はまた。仙台ですね。もう結構な年なんですよ。編集も自然ももちろんして、何が一番いいっていうと、早くたまれば1時間半東京出れる。あ、確かにそうですね。確かに確かに。それが結構いい。僕、地元、秋田で。あ、はいはい。そうなんですね。そうですね。小町ですね。そうですね。小町なんですけど、小町もね、何ですか、その、岩手に出るまでが長いんですよ。盛岡まで。そうなんです、そうなんです。盛岡出ちゃえば、もう、まあ、新幹線なんですけど、そこまでは、新幹線じゃないんだね。飛行機で、まあ、あれだ、行くんだけど、まあ、行くんだけど、楽しんでほしいな。わかりますね、確かに。
あと東京にも、大阪も行くことがいいし、この方が私も行くみたいな感じで、営業って、どうしたんですかね、そうですね。で、まあ、普段は地元の秋田に、それこそアメリカに出てから、キプロス終わるまでの間、ほぼ、まあ、実家に帰ってきました。帰るけど帰ろうかなっていう感じで、ちょっと自由っていう感じで、しかも下まで車で行けないんだ。確かに確かに車ともちょっと歩かないようですね。結構秋田までも遠かった記憶ありますね。結構遠いですね。そうですね。山と山の間みたいな感じですね。そうですね。いやいや今もう怖いですね、雪道で。声とか言ってるし。今だと怖くできんすよ。無知の怖さですね。試合とか。
かに確かに。大体なんかその辺の牧場みたいな。カナダは芝のコンディションがそうそうですね。カナダはそうですね。ストラトはもう仕方ないですけど、普通にコンクリートです。地面コンクリートでバスケするし、サッカーもするし。サッカーもですか？サッカーもコンクリートですし、スライディングが絶対ないですよ。そうですよね。どっちかというとフットサルみたいな感じですね。そうですね。まあ、部活って多分概念がないのかもしれないですけど、なんかこう学校のためにやめてみたりとかすると、学校みたいな、教室コンクリートみたいな。はい、なるほどね。あ、あのちょっと走るところです。そうです。はい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 。ピーターのシャンスクールとかもすごい立派な。ピーターのシャンスクールどこにあるんですか？なんて言えばいいかな。あっちのです。ヒルトンの裏側っていうか。はいはい、あの辺ですか？はいはいはい。それこそその裁判所のちょっと奥みたいなあの辺にある。あ、そうなんですか。アメリカの学校とか。へえ。めちゃめちゃ綺麗です。どうしてその。前向きの中断のとかも、まあそれだったりとか、富裕層の方々のところには、あー、そうですね。ピンから霧までいますよ、思ってる人。あれ持ってる人は、上から車を呼びにして、確かに確かに。ちょっと横を見ると、このワンタンない車で乗ってたり。確かに、これで入り激しすぎますよね。確かに、なかなか面白いですよ。確かに。ベトミックスバーキ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 レベルの趣味ですね、それは。普段拠点はあれです、そもそも。その仕事で、ペースはもう、法人の建
建てるためにその家を借りてるっていう感じで、仕事は別のとこでもできるっていう。あ、コロナがなかった頃は、その3分の1は熊本で、3分の1は東京で、3分の1は海外で。あ、めっちゃいいっすよ。最高にいいっすよ、それは。法人税を払うためだけですね。住所がいるんですね。確かに間違いないですね。借りてるだけです。そうです。あ、大人も同じコートでしたっけ？いや、多分もうちょっとちっちゃいと思います。そうだったんですよ、確かに。小学校も確実に小さいですね。全然小さいですね。はい。中大連とか、ちょっと大きい大会の、うん、ちゃんとしたところに行ってくるとコートも大きいと、うん、その辺のあれだと、そんなに輪郭がないから、そうですね。寿司屋があるから苦しそう。全く耳に入ってこない。まだキリルじゃなくてよかったと思うぐらい。システムをちゃんと理解してこう動かないといけないとかはあんまりなくて、うん、一部とかちゃんとしたチームはもちろんあるんですけど、はい、3分ぐらいだとどっちかというとただ体をぶつけにいってやられてますから、そこを育成するのが一番大変だと思うんですけど、サッカーっていうものを理解する。サッカーを理解して、どう行ったらどうなるっていうのがあるんで、日本の選手たちは運転陣からそうは向かないかっていうのが難しい。ああ、確かに確かに。こう動くだろうっていう感じになって、スタンダードを多分そのまま手中さないって感じ。体は強いからぶつかるときっと。確かに確かに。体は恵まれてるシステムを作ってしまったから、エベント結構強い。いや、確かにね、こんな、レバーもありますしね。クラッチ、クラッチ、リーム。何かなと思ったらちょっと寝てたんでビビったーみたいな。
多分、まあ、そうですね、足元はやっぱ日本人だから、そうですね、そうですね、それは思います。それはなんか想像しやすいですね。なんかこうユースとかでもやっぱり若いのに大丈夫ってシステムが全然ですから。そうですね。ボール全然取れない。まあ、それは確かに。メンバーはメンバーです。何を考えてるんですか。あ、そうなんですか。その時大学生。すごっ。そうか。いや、今年も期待してますけどね。本当人間が良くないんですよ。今年こそはあって、一番日本人の世界が終わってからですね。多くてですね、そうです。なんか、ちょっといつか安定して、なんかそのこう少し、なんか知りたいですね。そうです、まだまだ先の話ですね。今年特にちょっと、証券会社さん、はいはいはい、まあちょっと電話して合わせて、前回そのそれこそ M&A じゃないですけど、はいはい、のまあ話だったり、まあちょっと投資の話をまあお願いしたり、まあそこで今回各国のサービスを論調したので、そこまでレポートをやって、はいはい、最後に今回クラッシュ持って、そうですね、お土産いっぱい持ってきたよって。そうですまあ、どうですかっていう、まあ、ここでね、登録もまだならないと思うんですけど、まあ、この続けて、年末ぐらいに少しちょっと、もちろんその授業だけで、その何やったら一番いいんですけど、はい、それがちょっときつかった。見てないよね、試合系とかさ、出てこないですよね。出てこないですね。で、なんかこう、なんかこう、ショーティングですね。すごいリッチ。そうですね。で、なんかその日本戦が、まあ、日本でもちろん強いんですけど、海外に出ると、どうしてもなんかうまく、まあ、いかないみたいで、まあ、実際、GMO さんだったりとか、DMM さんも結構、結構、トライをしてたんですけど、うまくいかなかったんですよね。そうですけど、海外マーケット多分実は欲しいみたいで、はいはい、多分一番今やりやすいのはクリップ。ああ、確かに確かにそうですね。持って税金ゼロなんで、持って銀行作ってもらって、何人でしょうか。ユーロで決済するから。ユーロで決済する。Thank you.
難しい。いや、そうなんです。初戦としてやっぱそれがありますよね。本当に。ここまでそのところが、ちょっと、サイドエフェクスっていうジャンプがメジャーなところですけど、ここでそこで集約されてるんですけどね、まあ、そのインフラだったりとか、その事業とかのは結構揃ってるんですけど、まあ、僕のほうはなくて、一応ライセンスだけはあるみたいで、で、ライセンスだけやってたんですけど、で、まあ、数年に、まあ、EU に試してもらうことを、あの、ネットに置いて、そしたら、そのブランドとしてライセンスの得が上がるじゃないですか。はいはい、家に決めてるのかな、そうですよね、結構。まあ、何ですか、金はもうほぼ確だから、うん、ちゃんと理解して、投資してくれるかっていう感じ。日本に来た投資は、2024年、2025年ぐらいの、はい、まあ、いい金を資料に進めてるか、まあ、金としては進めてるというのを聞いてるんですけど、タイムラインが多分間に合わないんじゃないかな。タイムラインが多分間に合わない。今回の大統領に、アイロンスタッフのコロナ市長が選ばれたら、次は選挙があったんです。議決の。そこでどれくらい占有できるのか。スパイスさん、中国があって、動かすのであれば、チャンスはあるかな。うん。大丈夫。
止めてほしいんだけど、ちょっと体を使うっていうのは大事ですよね。はい、